どうも、ねずっちです。昨日浅草でですね、修学旅行の中学生、の貸し切り公演がありましてね、まあ、新宿カーボーイとか、抜群さんなんかとですね、一緒にネタをやってきたんですけども、まあ、始まる前楽屋でみんなでね、どんな感じになるかね、なんて話しててね、中学生って結構難しいんですよね、思春期ですからね、反応がどっちに転ぶかわからないんですね。あと僕の場合だと謎掛けの理解度がどこまでかっていうのもね、ちょっと心配でしてね、昔若い頃ですね、そうやっぱり中学生の前でこう謎掛けやったらね、一番前にいた女の子が意味プーってまあ言い出しましてね、意味プーが一瞬意味プーだったんですけども、まあ結果昨日はですね、すごくでいい子たちばかりでですね、謎掛けの反応も早くて非常にまあやりやすかったんですけども、まあでも思春期っていうのはね、一言で言ったらね、このクラシックの CD どれ聞くっていうようなもんだね。うん。どういうことかって、音何成長するってね。ねずっちです。ではまた。